コンビーフ、コンビーフとは牛肉を塩漬けにした食品である。日本やブラジル、アルゼンチンでは缶詰にしたものが多い。日本では一般にほぐした牛肉の缶詰のことであるが、本来は長期航海用や軍需品として使うための保存食料である塩漬け牛肉のことを言う。そのため欧米では缶詰ではなくほぐした状態でもない。 ブロック肉であることが一般的である。コーンは現在はトウモロコシを指すが、中期英語までは穀物全般、ひいては一般に粒状のものを意味した。コーンドとは岩塩を砕いた粒状の荒塩で肉をつけることを意味する。日本の林企画ジャスでは畜産物缶詰または畜産物瓶詰のうち牛肉を塩漬け、石熟し、射熟した後、 ほぐしまたはほぐさないで、食用油脂、調味料、香辛料等を加えまたは加えないで詰めたものを意図、定義される。そのまま食べたり、サンドイッチや炒め物などの材料にしたりする。日本の消費者には市販されているコンビーフは、先細りの缶、英語、テーパードキャンで、形が、台形の缶、英語、トラパス色、シェイプットキャンが馴染み深い。 日本で金星に使われ始めた箱枕に似ており、枕缶と呼ばれる。1875年、アメリカの食品会社、リビーが薄切りを作るために中身を一つの塊として取り出しやすい缶として発明し、採用したとされている。開缶は缶付属の巻き取り鍵などと呼ばれる缶切りの一種で、缶側面の一部を帯状に巻き取って行う。当時は欧米で、 缶詰が普及するきっかけとなったと言われている第一次世界大戦の前で一般人が安全に開館できる缶切りは普及していない。なお、同様の分野の商品とされるランチョンミート缶の類が世に登場するのはコンビーフ缶の数十年後で枕缶は使われていない。例えばアメリカのがスパムを生産開始したのは1937年である。 日本では1948年に国産コンビーフの市販を瓶詰めで初めて開始した商社野崎産業の食品部門、現川商フーズが1950年に国産初のコンビーフ缶詰を発売している。この商品の開発と製造は日東食品製造、現日東ベストが担当している。枕缶を使う理由として 製造する際に面積が大きい側から肉を詰め、管内部の空気を抜く、脱気することで肉の酸化を防止できるとしている。一方、製造時に食品を入れた容器を密封前に加熱して内部の空気を抜くことは、加熱脱気と呼ばれる。加熱脱気は密閉容器を使って食品を長期保存する発明の基本原理である。この方法は簡易なものになる場合があるが、 家庭で瓶詰めを手作りする際にも使われる。日本で生産された缶詰の出荷量が輸出より国内向けが多くなるのは1955、昭和30年以後とされる。国産コンビーフ缶詰が発売された頃の日本国内での缶詰の普及状況は先に述べたアメリカと似たようなものであった。枕缶の人気は圧倒的に高いとされバリエーションが存在する。 標準的な丸型の缶詰は、野崎のコンビーフ860グラム、野崎のニューコンミート860グラムや、自衛隊の副食用缶詰の一種として防衛省、使用書、DSP、ディフェンススプシファクションズ番号 N5106 で定義される、コーンドミート缶詰等、少数派となっている。しかし枕缶には、巻き取り鍵をなくしたり、開ける途中で、 缶の帯がちぎれることがある。開缶方法がわからない人がいるなどという問題点があり、プルトップ缶とも呼ばれる飲用缶が発売されている。缶詰は容器のままの保存がしにくい、ゴミ分別に手間がかかるなどの不便を解消したことなどをアピールした可燃容器入りの商品も販売されている。北米では缶詰ではない、ブリスケットなどのブロック肉を塩漬けした生の コンビーフが販売されている。アメリカやヨーロッパで一般的な生コンビーフの料理としてはルーベンサンドと呼ばれるサドイッチが有名なほかキャベツと煮込んだコンビーフキャベジはアメリカにおけるアイルランド料理の定番となっている。アルゼンチンやブラジルなどでは缶詰にしたものが主流で牛肉をほぐさず茹でる方法で調理される。2011年現在ブラジルが 世界の缶詰コンビーフの80%を供給している。イギリスでは第一次世界大戦の頃から同陸軍や同海軍でこの缶詰が食料として用いられていた。イギリスではブリーブフとも呼ばれる。アメリカで一般的な生のコンビーフはイギリスではソルトビーフと呼ばれる。ウルグアイではフライベントスの名前で1873年より イギリスなどへ輸出され始めた。4月6日のコンビーフの日は1875年同日にアメリカで枕ンの特許が認められたことが由来である。また3月17日の聖パトリックの祝日、聖パトリックの祝日、A、セントパトリックスデーはカトリックにおける祭日でありアイルランド共和国の祝祭日であるがこの日にアメリカでは コンビーフキャベジを食べる習慣があるともされ、一部では、コンビーフキャベジデーという記念日扱いする場合がある。日東食品製造が馬肉を中心とした雑肉を主原料とする缶詰を開発し、発売元の野崎産業が自社名を冠して、野崎のニューコンビーフという商品名で1961、昭和36年に発売した。 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、ジャス法の二0 0平成十七年六月改正で、日本農林規格、ジャスにおける缶詰の表示を定めた、畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林規格化の関連する基準も改正された。これによって、コンビーフの名称は、牛肉百パーセントのもののみに使用できることとなり、馬肉など、 他の肉が使われているものは、コーンドミートと表記するように定められた。また、コーンドミートのうち、馬肉と牛肉が使われており、そのうちの牛肉重量が20%以上のものは、ニューコーンドミートもしくはニューコンミートと表記することが許可された。2006年、平成18年3月の法律施行に合わせ、野崎のニューコンビーフは、野崎のニューコンミートと名称が変更された。 前日の通り、野崎産業は、合併、分社化などの再編を経て、食品部門は2014年現在、JFE グループの JFE 商事の100%子会社である、川商フーズとなっており、野崎野の,のブランド名を継承している。日本の商標制度において、商標権は設定していない。ほぐしたコンビーフと茹でて細かく、菜の芽に切ったジャガイモを混ぜ合わせた食材である。 缶詰のほか、一食分のレトルトパウチなどで販売されているアメリカ合衆国では、ポピュラーな食材であるが、日本では沖縄県においてのみ、非常に普及しており、金産品も製造されている。朝食の卵料理の付け合わせに使用されるほか、野菜炒めやちゃんぽん、焼きそばなどの具材として、また、マヨネーズと混ぜてパンに塗るなどの方法でも利用されている。 小判状にまとめて、焼いたり、コロッケとして調理する食べ方もある。ジャガイモが入っているため、畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林企画等の基準では、コンビーフに該当せず、牛肉野菜にと表示されている。アイダユージの著書、アーロン収容所によれば、イギリス軍の日本兵捕虜収容所内における給食の中でも、 半合で炊いたご飯にコンビーフを混ぜたものがご馳走として日本兵に喜ばれたという出し中には戦場で目にした牛のあいた死体を連想して食欲を失ったものも多かったという。また、大岡昌平の著書、不慮記においても、冷家島の捕虜収容所の給食としてコンビーフを混ぜたが提供されている。野崎産業の宣伝活動として有名なもので、 高度経済成長期から国鉄の送電線の鉄塔や首都圏使用路線、山手線中央本線、京浜東北線沿線などの電柱に設置された野崎のコンビーフ看板ある。この看板は2000年代まで見られたが近年は老朽化や駅構内のリニューアル工事に伴い撤去が始まっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。